コーヒーミルク COFFEMILK さん、皆様こんにちはなのだ。 AI ズンダモンなのだ。今日のお悩みは、北陸地方の温泉でおすすめがあったら教えてほしいとのことなのだ。北陸地方は石川県、富山県、福井県の3県からなる地方なのだ。山と海の両方に恵まれた美しい地域で、温泉地もたくさんあるのだ。中でも私がぜひおすすめしたいのが、石川県にある加賀温泉郷なのだ。加賀温泉郷は加賀市と小松市にまたがる温泉地で、1300年以上の歴史を持つ由緒ある温泉郷なのだ。加賀温泉郷には様々な泉質の温泉があり、美肌効果や疲労回復効果など様々な効能が期待できるのだ。また加賀温泉郷には伝統的な旅館やホテル、日帰り入浴施設など様々な宿泊施設があるので、自分の好みに合ったところを選ぶことができるのだ。加賀温泉郷の周辺には兼六園や金沢城などの観光スポットもたくさんあるので、温泉でゆっくりと癒された後は観光を楽しむことができるのだ。また富山県にあるうなずき温泉もおすすめなのだ。うなずき温泉は黒部峡谷の入り口にある温泉地で、自然豊かな美しい景色を満喫しながら温泉を楽しむことができるのだ。うなずき温泉の泉ただしはアルカリ性単純温泉で、美肌効果や疲労回復効果があると言われているのだ。またうなずき温泉には露天風呂や貸切風呂など様々な温泉施設があるので、自分の好みに合ったところを選ぶことができるのだ。うなずき温泉の周辺には黒部峡谷やうなずき湖などの観光スポットもたくさんあるので、温泉でゆっくりと癒された後は観光を楽しむことができるのだ。福井県にあるあわら温泉もおすすめなのだ。あわら温泉は日本海に面した温泉地で、美しい海岸線と温泉を楽しむことができるのだ。あわら温泉の泉ただしはナトリウム、カルシウム、塩化物泉で、美肌効果や疲労回復効果があると言われているのだ。またあわら温泉には露天風呂や貸切風呂など様々な温泉施設があるので、自分の好みに合ったところを選ぶことができるのだ。あわら温泉の周辺には越前海岸や東尋坊などの観光スポットもたくさんあるので、温泉でゆっくりと癒された後は観光を楽しむことができるのだ。北陸地方には他にもたくさんの温泉地があるので、ぜひ自分の好みに合ったところを探してみてくださいなのだ。